はい、なんちゃんで呼んでください。マラソンとかトレイルランとか、はい、いつも浅草で何を食べだして、はい、200円ぐらいですか。おお、時の鐘って言います。時の鐘。はい、じゃあお願いします。すごい賑やかですね。今日賑やかですね。すごい天気ですし、うん、天気もいいし、今日はそうですね、人力車乗るとすごい気持ちよさそうですね。はい、お願いします。皆さんお気をつけてください。はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。屋根はどうされますか。開けてお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい、感じがいいですか、はい、街灯とかは。あ、普通になんかはい、スカイツリーとか、はい、なんかこれから行くとか、はい、場所のガイドは、はい、はい、かしこまりました。すいません、ありがとうございます。はい、も失礼します。はい、もう結構今日は走ってますか。今日はですね、はい、まだこれからだと思いますね。あ、そうですか。はい、今朝私も実はこの前も、はい、予約、はい、台湾の方の予約が入ってて、そう、ね、はい、おー、そうなんだ。10時半、はい、10時4分ぐらいまで。あ、そうですか。それがあったんで。はい、そうです。ちょうどありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。持ち上げますね、はい、せーの、はい、OK です。ちょっとだけ待ってしまーす。はい、暖かいですね今日。そうですね、うん、先週結構寒かったんですけど。あ、先週ね、寒波来ましたもんね。そうですね、うん、今日すごい晴れてます。今日暖かいですね。暖かいですね。春みたいな感じですね。松山商店の桜もちょっと咲いたらしいです、はい、咲いてるらしいです。もう咲いてるんですか。はい、ちょっとだけ。あ、そうなんだ。早咲き桜なんで。あ、そうですか。はい、今からいい時期ですね。そうですね、うん、はい、そうか、亀井さんがすごい行列ですね、はい、相変わらずの。今どの辺だろう、あの辺までありますね。そうですね、大体曲がったら、はい、あそこもちょいちょい並んでるみたいな感じ、ね、長い時は駅の入り口のあたりまで、ね、ね、並んでますよね。なんちゃんさんは亀井食べたことあります、はい、あります, あります、はい、どうでした。はい、美味しかったですね。美味しかったですか。やっぱりお中身もしっかりしてて、はい、甘すぎず。そうなんですね、はい、生地もふわふわして、お、はい、好きです。甘いもの好きなんで、はいはい、あ、食べちゃいます。おなんちゃんさんは、はい、台湾ご出身なんですよね。あ、そうです、はい、出身は台湾です。あ、台湾って、はい、なんかどら焼きみたいなものってあるんですか。 あります、あるんですね、はい、日本のお菓子大体あるんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、人通りあると思うんですけど、やっぱ日本のが、まあ、ほん、まあ、はい、美味しいというか、あ、ちょっといろいろ変化があったりして。へぇ、台湾のコンビニでも普通、はい、どら焼きあったりしますし、あ、そうですか。ドラえもんもみんな普通に見てるんで、カートとかも、はい、キャラクターとしても。あ、そうなんですね、はい、へーすごいな。結構じゃあ日本の文化は結構台湾でも体験できるんですか。そうです、はい、あ、そうなんですね。はい、こちらから時間確認させていただきます。はい、お願いします。時間は、はい、ですね、10時、11時6分ですね、はい、じゃあ11時36分過ぎに、はい、まだあそこに戻っていく感じで。 ありがとうございます。よろしくお願いします。ご存知かもしれませんが、ワンナンピンと申しまして、はい、ワンナンピンさん、はい、なんちゃんで呼んでください。なんちゃんさんですね、
よろしくお願いします。台湾人ですって聞いたら作っちゃいました。可愛いですねそれ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、はい、こちらの、うん、いっぱい建物並んでるかと思うんですけど、はい、はい、まずは一番高いあそこのそのタワーなんですけれども、はいはい、行ったことはありますか？何度かあります。そうですよね、はい、こちらに住んでらっしゃるんで、はい、ありがとうございます。スカイツリーですね、はい、はい、高さお覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、はい、634m ですね。さすがです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日も天気すごくいいんで、はい、多分登っていただくとすごい、あ、そうですね、今日はいいですね。そうですね、うん、見れるかと思います、はい、ではですね、また次に真ん中の黄色のビルなんですけれども、はい、こちらもうご存知だと思うんですけど、はい、アサヒビールの本社ですね、はい、うん、はい、でビールのジョッキの形していて、そうですね、今日のこっちのところは泡のイメージですね、はいはいはい、はい、アサヒビールもですね、実は台湾人もみんな知ってるんで、あ、そうなんですか、好きなんですね、みんな台湾で買えるんですか？買えます、買えます。あ、そうなんだ。キリンとかも全然買えますし、え、日本のビールって結構台湾でも流行ってますね。そうなんですね、はい、そうです、そうなんだ。アサヒって言ったらみんな大体知ってます、はい、あ、そうなんだ。8割9割知ってます。なんか嬉しいですね、なんか。そうですね、はい、日本のスーパーとか、はい、あ、そうなんだ、はい、そうです、お好きですか？あ、好きです。そうですね、ありがとうございます。っていう感じで、はい、最後のあそこなんですけど、もう皆さん写真撮ってるとかと思うんですけど、最後のあれはですね、はい、はですね、はい、ビールの泡とかよく言われるんですけれども、うん、はい、そうではなくて炎ですね、炎ですね、炎ですね、うん、はい、ご存知の通りで、はい、もともと3本立てて建てる予定だったんですけれども、はい、ちょっとですね、日本って地震が多くて、うん、建築基準法が厳しいからダメって言われたんですね、はい、あ、そうなんですね。でそこでその3本立てで、ちょっとあの、はい、オリンピックの聖火台みたいなイメージから、はいはい、1本だけ取って、うん、横倒ししようってなって今の形になったんですね。お、はい、そうですね、今も私たちも今ちょっと写真 のシーンに入ってるんですけど、観光客の本当ですねそうですね、はい、多分あの中国語だと思うんですけどね、はい、あ、そうですか。あ、すごいですね、さすがですね、よく、あ、なんちゃら入ってるんで、はい、入っちゃうんですよ、あのいろんな言語が周りから、はい、っていう感じなんで、はい、ちょっとあの聖火台のイメージで、あ、そうですか、ダイニングホールになってます、うんうん、はい、そうです。はい、ではでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日すごく天気良くて観光客もみんな出てますね、はい、そうですねなんちゃんさんって、はい、言語で言うと何カ国語ぐらい喋れるんですか？あの中国語が母語 で、はい、で英語も一応あのできるっていう感じで、あ、そうなんですね。でも日本語ほどではないんです。あ、そうなんですね。一応回答とか、はい、普通の日常会話おしゃべりとかはできるんですけど、うん、あ、そうなんですね。全部用途とかは全然日本語ほどではなくて、日本語めちゃめちゃうまいですよね。ありがとうございます。でも実は自分、はい、あの最近海外の観光客がすごい多いんで、はい、日本語のご案内最近ほぼゼロです。あ、そうですか。もう3ヶ月ぐらい、あ、そうなんだ、ほぼ日本語使ってないんです。え、本当ですか？本当です、本当です。あ、そうなんだ。ちゃんと言ってください多分あれですよね、多分あの英語圏の方もそうだし、はい、あの中国語のあの母国語の方たちも今日本にいっぱい来てるから、ね、多分なんちゃんさんがそっちに多分アサインされるんですよね、多分。そうですね、あの自分の一応あの中国語とかで、はい、声かけたら、はい、乗ってくれるんで。ああ、そうですか。それは日本語よりもすごい使いやすいかなと思って。確かに、いや、びっくりしますよね、多分あの日本に来た人も。そうです、そうです、はい、人力車ね、引いてる子が台湾の子が引いてるって言ったらそうですね。そうっすよね。はい、ニュース出たことあったんで。ああ、そっかそっか。それで、まあ、調べた方から、じゃあもう、ああ、もう有名人ですね。いいね、そこまでじゃないですけどっていう感じで、はい、最近日本語本当に週1、はい、あるかないかっていうぐらい。ああ、そうなんだ。週1本ぐらい、あるかないかぐらいのレベルです。ぜひ日本の皆さんにも乗ってほしいですねありがとうございます、はい、そっかそっか。なんちゃんさんは、はい、なんで日本に来られたきっかけというか。最初は大学の進学で来たんですね、はい、あ、そうですね、はい、最初はあの台湾の大学に一回入ったことあったんですけど、はい、ちょっと興味がなくて。あ、そうですか。で、言語に興味あったんですけど、はい、母に、はい、あの言語を学部として勉強するんじゃなくて、はい、ツールとして持って、はい、もう一つ専門分野の知識あった方がいいよって言われて、はい、だから台湾の
日本語学部に進学するよりも、はい、日本に来て、はい、日本語で日本の大学に進学した方がいいよって言われました。すごいですね。そうですね、今考え、はい、ということは、はい、日本語喋れない状態で日本に来たって感じですか？台湾の塾で、はいはい、5ヶ月ぐらい勉強して、ああそうですか。で日本に来て日本の日本語学校1年進学して、はい、日本語学校で日本語勉強しながら、はい、あと大学受験の準備もして、それが1年目でした。ああそうなんですね。で2年目からは日本の大学にも、はい、学生さん、日本の大学生、日本の大学生さんと同じように5年間の大学に進学した。あそうなんだ、へえ、はい、すごいですね。いえ、そうかそうか。日本は何年目ですか？今7年。あ、7年。長いですね、じゃあ。7年です。おお、すごい。あと1ヶ月、はい、2ヶ月ぐらいで8年目に入ります。ああ、すごい。そうです。めちゃめちゃ長いですか？時間経つの早いですね。早いですよね。そうなんだ。お写真は大丈夫ですか？あ、今日はね、写真は大丈夫です。ここ、すごいスカイツリー綺麗な場所ですね。そうですね。今日も雲一つもないんで、うん。すごい綺麗です。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんだ。っていう感じで、はい、はい、ほぼほぼ大学進学のために、はい、でその後は全然計画はしなかったんですけど、はい、何の策でもないんですけど、はい、まだやりきれてないなって感じでずっとここで、はい、あそうですか。はい、人力車にその、はい、興味を持ったのはどういうきっかけだったんですか？はい、そうですね、最初大学卒業した時に、はい、普通に日本の企業に就職したんですね。はい、はいはい、配属がおかしかったんで、自分が行きたい配属に全然行けてなくて、はい、あそうですか。言語も活かせなかったんですね。あそっか。でその時思ったのが、はい、まずは言語を活かせるような仕事、はい、で2つ目が運動がすごい好きなんで、あそうなんですね、はい、週5同じオフィスに閉じ込みたくないという感じで、なるほどなるほど、外だけでもいいから、はい、外に出れるような仕事。あそうなんですね。で3つ目が、はい、結果を受けるよりも、はい、自ら発信できるようなことをしたいなと思って、はい、でその時なぜか思ったのが人力車だったんです。あそうなんですね、はい、そうなんだ。あとはその時思ったのが、はい、もし、はい、いつか台湾に帰るとか海外、はい、また違う海外行くとしたら、はい、全然日本で正社員にこだわらなくてもいいんじゃないって思いました。そういうことか、なるほど。じゃあ今、このお仕事が本業になるんですかね？はい、今は一応本業なんですけど、はい、去年の年末までは、はい、一応翻訳と箱持ちしました。あ、翻訳のお仕事されてたんですね。お、すごい。あ、すごいですね。かっこいい。一応、はい、メインでやらせてもらってます。あ、すごいですね。あと自分の趣味で旅行だったり。はいはい。運動だったり、いろいろやってる感じなんですけど。あ、いいっすね。運動って今何をされてるんですか？はい、運動はですね、ラケットしたり、筋トレしたり、はい、うん、あとはですね、レース出たりします。あ、そうですか。はい、マラソンとかトレイルランとか、はい、トレイルラン、あ、きついやつですよね、トレイルランって。はい、めっちゃきついやつですよね。結構きついですね。そうですよね。あとスパルタレースっていう、あ、スパルタレース、障害物があるレースも出たりしてます。はいはい、うんうん、おー、すごいですね。いえいえ、全然もう全部趣味なんで、めっちゃアクティブ。計算性なんもないんですけど、はい、めちゃめちゃアクティブですね。そうなんだ。人力車のお仕事はしばらく続けられる感じですか？はい、一応帰国の予定はありまして。あ、帰国されるんですか？はい、そうですね。そうなんですね。あと2ヶ月ぐらい。そうなんだ。前の予定でございます。そっかそっか。はい、じゃあもうなんちゃんさんの人力車に乗れるのはあとちょっと。そうですね、一応。そうっすか。はい、じゃあタイミングをいろいろ考えてたんですけど、はい、やっぱり日本に来るのもちょっと長かった、日本に来たのが長かったんで、はい、家族と一緒に過ごしたいなって。あ、そうですか。はい、なるほど。っていう感じで、あ、じゃあもうあれですね、はい、なんちゃんさんの人力車に乗りたい人はぜひ早くよろしくお願いします。早く来てくださいって感じですね。うん、なんちゃんさんって、YouTube されてるじゃないですか。あ、そうですね、はい、でも更新なかなかできてないんですけど、はい、ありがとうございます。だからもし今後、はい、まあなんかなんちゃんさんの
ットがちょっと見たいなと思ったら、はい、その YouTube 見ていただければって感じですかね。はい、そうですね、はい、ぜひ。わかりました、ありがとうございます。じゃあ僕のこの動画の概要欄に、はい、ありがとうございます、書いてもいいですか。はい、大丈夫です、ありがとうございます。じゃあ書いておきます、はい、ありがとうございます。なんか YouTube はどんなことされてるんですか。はい、YouTube はですね、はい、一応2年半前、3年前ぐらい始めたんですけど、はい、本当にコロナの中でちょっとやることになかったんで、はい、あ、はいはい、日本と台湾の文化の比較だったり、お、当時大学の部活やってたので、はい、部活の違いとか、へ、はい、やっぱり留学生って部活入る人が少なくて、あ、そっか、はい、そういう感じでその違いについて喋ったりとか、はい、あ、それはすごい役立つ YouTube ですね。まあそうですね、へ、ちょっとレアキャラだったので、自分しか分からなかったようなことを、はい、はい、まあ、YouTube で、あ、そうですか、はい、喋ったりしてましたね。はい、なんちゃんさんがやってる YouTube は、はい、国で言うと、はい、どの国向けにやってる感じですか。一応ほぼほぼ日本語で喋ってたんですけど、はいはい、中国語の字幕もつけたんで、あ、そうですか、あ、そうなんですね、両方いける、多分両方かなあ、いいっすね。これから私はちょっと迷ってるんですけど、はい、これがもし更新の余裕があったら、はい、あ、そうですね、中国語でも喋って日本語の字幕つけるとか、はい、なるほどね、逆バージョンもやってみたいな。そっかそっか、なんかあれですね、はい、もし日本人の方が見てる人がいらっしゃるんだったら、はい、逆にその台湾の生活の様子とかもちょっと見てみたいですね。はい、確かにそれもありますね、うん、もしくは自分日本に7年も住んでるから、はい、台湾に帰ったら逆カルチャーショックみたいな、あ、そっか、そういうのももしあったら面白そうだなと思ったり。確かにね、7年いると変わってますよね、いろいろ。そうですね、そっかそっか、はい、他の海外って、はい、行ったことないんですけど、はい、なんか台湾行くなら、はい、ここがおすすめみたいな場所あります。台湾はですね、はい、もし初回の方でしたら、はい、やっぱり首都の台北、はいはい、と、あと皆さんすごい好き人気な、はい、9分、あ、9分ね、はい、はい、すごい、あ、人気ですね。なるほど、台北の方が交通便利なんで、うん、おお、例えば地下鉄とか、あ、なるほど、バスとか、うん、乗りやすいと思うんで、他の町よりはですね。あ、そうなんですね、はい、自分の地元が南台南っていうところなんですけど、はいはい、あそこでしたら皆さん大体バイクとか、あ、そうなんだ、自転車で動いちゃうんで、うんうん、観光客にはちょっと優しくないかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、場所によって結構移動しやすさが変わるんですね。そっか、もし台湾のことすごい知ってる方でしたら、はい、南の方とか東側は自然すごい豊かなところをおすすめするんですけど、うん、あ、そうなんですね、他の方にはやっぱり台北とかの方がいいじゃないかなと。あ、そうか、台北ってなんかここ行ったらいいよっていう場所あります。あ、ラバ礁ですか、はい、台北でしたら、やっぱ夜市でしたら士林夜市とか。あ、夜市は有名です ね、はい、そうですね、確かに確かに、士林夜市とか、はい、もしくは、買い物か、買い物ショッピングモールとか、あと台北1101、はい、っていうすごい高いビールがあるんですけど。あ、そうなんですね。あそこは2014年ぐらいの時に世界一高いビールでした、はい、そうなんだ、はい、今ちょっと10位まで落ちてしまったんですけど。そうなんですね、はい、あ、ここでしたら、はい、まあ、綺麗な景色とか、お、美味しいご飯とか。あ、いいですね、はい、ね、そうかそうか、台湾でなんか、はい、お土産って言ったら、はい、日本だと結構パイナップルパイが有名なんですけど、はいはいはい、そうですね、パイナップルケーキ、はいはい、有名ですね、有名ですね、はい、あれ美味しいですね。なんか、はい、他になんかおすすめの食べ物とかってあったりします。他にはですね、はい、例えばタロイモ、あ、タロイモか、タロイモ系のスイーツもいっぱいあります。そうだそうだ、はい、そうでした。タロイモ系でしたら、タロイモパイとか、うん、あ、そうですか、丸い、ちょっと丸い、はい、でっかいタロイモの、まあ、パイなんですけど、はい、真ん中になんか餅が入ったりとか、ラゴが入ったりとか、甘じょっぱいとか、そういう味のスイーツも多いです、はい、あ、そうですか、はい、そうですね、ありがとうございます。あれは結構、はい、私は個人的にお気に入りです。ありがとうございます。おすすめです。はい、ありがとうございます。という感じですね、はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらはいかがでしょうか。はい、
弁天堂ですね。そうですね、さすがです。すいません、言っちゃいました。ごめんなさい。全然大丈夫です。はい、七福神の中の弁財天様ですね。うん、はい。が住んでらっしゃる場所でございます。祀られてる場所ですね。はいはい。はい、音楽とかスポーツとかやってる方にはすごいおすすめです。うんうん、はい、スキルアップっていうご利益があって。そうなんですね。はい、そうですね。自分もはい。ちょっとスポーツの方、確かに、はい、そうですね、はい、ぜひ何か一緒にそうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。ぜひはい、スキルアップ、はいはい、してくれると思います。はい、ありがとうございます。では次にあちら側も、はい、鐘がありますね。はい、はい、鐘はですね、うん、昔に近いことに鳴らして皆さんに時間を知らせてた、はい、時の鐘って言います。時の鐘、はい、はい、上野の鐘として今すごい有名な、うん、あ、そうですね、でございます。上野の鐘、はい、そうですね、はい、その NHK の番組の、はい、ゆく年来る年っていう年末年始の番組で、うん、よくこちら登場してます。しますね、はい、はい、そうですね、っていう感じの、はい、鐘になっています。 ありがとうございます。はい、聞いたことあるかもしれませんが、はい、こちらも実はおやつの語源になっている鐘ですね。そうですね、はいはい、昔午後3時にこちらの鐘8回鳴らしたんで、はい、八つ時って言いましたね、うんうんうん、3時のことを、はい、で3時に小腹すくんで、はい、その時に食べるものがおやつ、あ、八つ時からおやつってなったんで、はいはいはい、今皆さんおやつ食べるんですね。すごいですねっていう感じの、はい、大事な時の鐘です。 ありがとうございます。台湾って、はい、なんか3時におやつを食べるみたいな文化ってあるんですか？まあ食べるんですけど、はい、そのもの特定の名前ないんですね。ああ、お腹空いたから食べるみたいな感じですか？そうですそうです、そうです、スイーツみたいなスナックみたいなのあるんですけど、おやつっていう特定の名前はないですね。はい、ああ、やっぱそうですか。はい、なるほどね。これも、はい、お客さんに聞かれたことあります。ああ、そうですかそうです。ああ、海外のお客さんにおやつの説明とかするんですか？しませんね。あ、やっぱしないです。もし日本語を知ってる海外の方だったら説明するんですけど、はい、それ以外はしません。やっぱそうですよね。やっぱできないんで。難しいですよね。はい、ちょっと日本の文化的なところがあるんで。でも逆に上野の鐘の方は、はい、しっかりと説明します。あ、そうですか。上野の鐘っていう、はいはい、年末年始日本で108回鳴らしますよ、うん、っていうことをしっかりあそこを重点的に説明しております。あ、そうですか。はい、なんちゃんさんは鐘、はい、の音は聞いたことあります？正直です、はい、テレビと、はい、動画だけ。あ、そうですか。聞いたことあるんですけど、実際あそこでは聞いたことないです、はい、まあ、なかなかね。そうですね、時間が時間がね、合わないですね。そうですよね、朝早くに打ってるから、ね、聞いたことありますか？あ、去年の年末に聞きに行きましたよ、はい、ジュの鐘。そうなんですね、はい、すごい、さすがです。すごい、はい、なんか、はい、いい音でした。へー、はい、やっぱり人多かったんですか？あ、人はね、めちゃくちゃ多くて、はい、もうなんか警備員さんがめちゃめちゃ、はい、整理してましたね、人を。そうですね、うん、自分去年の年末はすっごい早く寝たんで。あ、そうですか。まああれですよね、人力車の仕事がありましたもんね。自分はすごい早寝、早起きの、はい、健康的な、あ、そう健康的でいいですね。でもありがとうございます、はい。こちらもですね、はい、はい、有名な二天門でございます。うん、かっこいいですね。皆さんご存知の雷門の、はい、モデルになってる門です。あ、はい、かっこいいですよね。そうですね。でこちら二天門は400年前からありまして、うん、はいはい、で今までずっと壊れずに、うん、はい、生き残ってきた大事な重要文化財です。そうですか。はい、そうです。すごいですね。そうですね。うん、意外と雷門が若かったんですね。おーおー、雷門ってちょっとまだ60歳しかなくて、はいはい、こちらに天門400歳。あ、だいぶもあります。だいぶ年上ですね。だいぶ先輩ですね、うん、そうですね、はい、そうかそうか、そうですねっていう感じの、はい、中もすごい賑わってますね。今日なんかお祭りみたいな感じで、はい、そうですね、おとといぐらいから節分で、はい、あ、そっかそっか、何かイベントとかあったりしてたんですね、はい、その時から屋台も続いてて。そうですよね、はい、今日も屋台がやってますね、うん、今日屋台いっぱい出てました。そうですね、うん、はい、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんちゃんさんは、はい、今まで日本で行った場所の中で、はいはい、好きだった場所とかあります？観光地とか。そうですね、はい、一
けど、はい、すごい好きでしたね。あ、沖縄、はい、いいですね。その天気も食べ物も、はい、日本と台湾のちょうど真ん中にあるって感じで、確かに、はい、すごい懐かしい。あ、確かにね、空港から降りた瞬間、はい、あの空気、湿気すごい、はい、やばかったんですけど、あ、その瞬間の湿気が重い空気、はいはいはい、が、まあ、めちゃくちゃ台湾っぽいと思いました。ちょっとじゃあ懐かしい感じか。あ、はい、いいですね。台湾って、はい、なんだろう、四季ってある感じですか？四季はあるんですけど、はい、やっぱり暑いんで、はい、春 と、はい、秋あんまりはっきりしてないんですね。あ、じゃあもう冬か夏かみたいな。そうですね、冬も暖かくて。あ、そうなんですね。寒波、はい、寒波来た時でも、はい、10度ぐらい。あ、今日ぐらい。10度でももうめちゃくちゃ低い方です。今日ぐらいですね。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そうなんだ。そうですね。へー。でも暖房がないんで、うん、なんか室内と外の気温が同じぐらいなんで、あ、ちょっと寒く感じるかもしれないんですけど。そうなんですね。でも気温的には全然日本の方が低いです。はい、あ、そうですか。へー。日本は室内に入るとなんとかなるんじゃないですか。あ、まあ確かに。はい、はい、そっかそっか。そうですね。じゃあこの時期の人力車の仕事、はい、結構寒くないですか？あ、全然、私、はい、寒いのが大好きなんです。あ、大好きなんですか？はい、そうなんですね。めっちゃ倒してるんですけど、はい、意外と寒いのが好きで。へぇ、すごいな。あ、台湾に戻っちゃうと、はい、暑すぎて我慢できない。うん、あ、そうなんですね。はい、夏が長すぎすぎてやばいです。あ、台湾夏長いんですか？はい、まあ大体、はい、4月ぐらいから、おお、もう10月とかまで、9月、10月まで。長いですね。長いな。長いです、ずっと夏です。あ、はい、半年ぐらいか。そうです。へえー、ここも、はい、すごいにぎわってますね。今日にぎわってますね。うん、台湾の方ですね。あ、そうなんですね。そうです。面白いですね、なんか。面白いですね。分かるのが面白いです。もう瓶も全部バッて入っちゃうんで。そうなんだ。あ、やばい、すごい賑わってて。あ、本当だ。屋台いっぱい出てます。今日もいます。あ、猿回しですね。そうです、そうです。お猿さん見えるかな、あそこに。見えますかね。あ、見えた、見えた。はい、向こう向いてるけど今。そうですね。はい、あれ、あのウサギの服着てますね。ああ、本当だ。サルさんも寒いんですかね。はい、そうですね。天気、はい。ではちょっと回っていきましょう。はい。よいしょ。失礼します。你刚刚那奇怪是你叫我搞的？啊，不好意思。今の中国語ですか？あ、そうです。中国語の、はい、すいません、失礼しますみたいな。ああ、そうなんですね。なるほどね。なんか研修とかって、はい、なんちゃんさんはどれぐらいの期間でやられたんですか？私は2ヶ月ちょっと。あ、2ヶ月ちょっと、はい、早いですね。じゃあ、あ、多分来る頻度は大学生より多いんで、はい、ああ、そうですか。はい、そうです。おお、回数って言ったら34とかだった。はい、ああ、そうなんですね。はい、おお、そうです。そっかそっか。なんか研修でここ大変だったなみたいなとこあります？あ、自分的にはやっぱり、はい、日本人じゃないんで日本語を使って、うん、すごい柔軟に、まあ、冗談言ったりとか、確かに元気盛り上げたりするのはちょっと苦手でした。はい、うん、ああ、そうですか。はい、そうです。なんか大学とは、はい、まあ、覚えればいいっていうわけでもないんですけど、はいはい、なんとか、なる部分なんですけど、はい、フリートークとか。そうですね、はい、接客のところですよね。そうです、そうです、そうです、はい、そこはちょっと苦労してましたね。ああ、そうなんですね。はい、そっかそっか。なんか、はい、今までお仕事で、はい、そういうなんかアルバイトとかで、はい、接客みたいなことって経験あったんですか？なかったです。あ、なかったんですね。全くなかったです。じゃあいきなり人力車で。そうです、そうです。でも逆にその部分を鍛えたくて、
はい、人力車チャレンジしてみたんですね。確かに、はい、もし外国人として日本人ナビにそれができたらなと思って、うんうん、なるほど、チャレンジしてみました。おでもめちゃめちゃコミュニケーションバッチリですもんね今。ありがとうございます、はい、めっちゃ話しやすいし、ありがとうございます、はい、台湾に戻ったら、はいはい、なんか新しいお仕事とかってもう決まってる感じですか？まだ決まってないんですけど、はいはい、帰ってからまだ、うんうん、考えたり探したり。あ、そうなんですね。お、はい、最初は運転免許を取ろうと思ってて。ああ、そうなんですね、はい、台湾で運転免許を取って。なるほど。でそこからまだ仕事、はい、地元の方の日系企業とか、はい、見てみようかなと思って。あ、確かに日本語喋れるからそこも強みですよね。やっぱり帰っても言語は活かしたいと思ってるので、うんうん、確かに確かに、はい、台湾で人力車はやらないんですか？そうです、結構言われたんですけど、はい、やっぱり台湾って車とかバイクが多すぎて、はい、あーそっか、すごい混雑するんですね、交通の道とか。じゃあ日本よりちょっと走りづらい感じですか？そうです、そうです。あ、そうなんだ。あとみんなそんなに日本みたいにルール守らないんです。あーそっかあんまり良くないんですけどあんまりルール守らない人が多いんで、はい、あー、たまに聞きますね。でもその話は、はい、そうなんだ。やりづらいんじゃないかなと。あーそっか、はい、そうなんですね。なんか9分のあたりとか、はい、あの辺でさ、山なんで多分、あ、無理か、無理だと思います。そっか、階段が多いんで。なるほどね、はい、そっかそっか。地元の台南は、まあ、うん、ワンチャンっていうかちょっとアリ、はい、アリなんじゃないかなって一応思ったんですけどはいはい、やっぱり台南の方だとバイクが多すぎて。ああ、そうなんだ、はい、なるほどね。じゃあ日本は結構この道は、ね、皆さん、あ、そうですか、はい、交通、まあ、そうですね。日本って結構なんか譲り合うみたいな。そうです、そうです、はい、習いますもんね。そうですね、自動車の学校で。台湾の車ってそこまで、はい、歩行者譲らないです、はい、あ、そうですね歩行者を見ながら、うん、そこ半分まで渡って、うん、また見ながらまた半分、あ、半分渡るとか。なるほど、が多いんですね。なるほどね、はい、文化の違い面白いですね。そうですね、うん、まあ、いいところもあれば、はい、ちょっと良くないなって思うところもありますね、はい、お、はい、台湾の人から見て、はい、日本人ってどうですか？どんな印象ですか？まあ、それこそすごいルール守って、はい、みんな優しいんですしね、はい、確かに、いい面では優しくて、はい、ルール守るんですけど。確かにね、ちょっと、うん、悪い言い方すると、はいはい、ちょっと硬い、ね、そうですね、なかなか、はい、なんだろう、フレンドリーさで言うと海外の人の方が、はい、スキンシップ取りやすかったりしますよね。はいはいはい、はい、そうですね、うん、そうそう。あと考え方とかルール、うん、しっかりと守りすぎてちょっともうちょっと柔軟に対応するんじゃないっていう部分も。確かにね、正直海外から見るとありますね、はい、そうですね。住んでるからなんとなく分かっちゃうんですよね、うん、その分。そうそう、日本はね、とにかく決まり事をしっかり守って、はいはいはい、人にこう迷惑をかけないみたいなところが、ね、みんなこう、なんだろう、精神にこう吸い込まれているというか、はいはいはい、そういう教育をね、受けてくるんですよね。迷惑をかけない、そうそう、学校でそういう授業があるんで子供の頃から。そう、道徳っていう授業があって、はい、道徳って分かります？あ、分かります。道徳とは何かみたいなのをずっと学ぶんですよ、はい、へー、そうなんですよ。どうやって生きるべきかみたいな、はいはい、その中でやっぱ人に迷惑かけないみたいなところが、はい、す、はい、り込まれるんで、はい、って感じですかね、はい、はい、なんちゃんさんはなんか食べるのとかはお好きですか、はい、食べるのはお好きですか？めっちゃ好きです、大好きです。なんか浅草に来て、はい、これ美味しかったなっていう食べ物あります？浅草でしたら、はい、なんかそんなに観光客が食べてるものじゃないんですけど、はい、馬族のの、はい、はい、ラーメンか、ラーメンが美味しかったですね。あ、そうなんですね、はい、あと浅草商店、はい、あ、ラーメンだ、またラーメンが好きなんで、ラーメン好きなんですね。すごい好きなんで、あ、そっかそっか、はい、あとはシルクプリン、
おー、はい、美味しいですね。プリンが大好きなんで、あ、そうすか、プリンも美味しかったです。あ、そうですか、プリンも多くて、うんうん、はい、なるほどね。結構じゃあ日本でラーメン食べますか？食べます。おお、はい、何系のラーメンが好きですか？豚骨と味噌が一番好きです、はい、あ、じゃあ濃いやつが好きですね。そうですね。あ、でもあのどちらかというと具材が多いのが好きです。あ、野菜ラーメン、野菜ラーメンとか、はい、確かに。そうです。じゃあトッピング、ラーメンは何派ですか？あ、ラーメンは、はい、ラーメンはね、迷いますよね。迷うんですか？何でも何でも好きなんですけど、僕も豚骨好きですね。はいはいはい、うん、豚骨系好きですね。味噌も、はい、味噌も、まあ、豚骨と味噌好きです、ね、ありがとうございます、はい、美味しいですよね。そうですね、うん、こちらの一蘭ラーメンも外国の方すごい好きなんですよ。そうですよね、そうそう、紹介の人はよく一蘭行くんですけど、海外の人、はい、あ、そうなんですね。でも2回目とか3回目も日本のことすごい詳しい人だったら、はい、本当に地元の、はい、そういうなんですかね、そこしかないラーメンみたいな、それを食べに行くんですけど、そうですか、初回の人はよく一蘭行きますね。はい、豚骨ラーメンですね、はい、とても美味しいですそっかそっか。いつも浅草で何を食べられてるんですか？はい、あ、僕はね、結構ラーメン食べてます。あ、はい、はい、ラーメン、あの、たすけさんのラーメン食べてますね。はい、たすけさん、たすけさん行くか、はい、あの亀十とか、はい、はい、あともんじゃ焼きとか、はい、そういうのを食べてます。はい、はい、もうザ浅草ですね。あ、そう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 ザ浅草です、はい、全部ね、あの御社の運転手さん、車夫さんから教えてもらったお店です、はいはい。そうなんですね、はい、おかげさまで、うん、もういい、ありがとうございます。ありがとうございます。もんじゃ焼きは、はい、どこのもんじゃ焼きが一番好きとかありますか？ランキング自分の中で、まあ六門泉さんが美味しいですね。あ、やっぱりそうですよね、はいはい、やっぱチーズが、カマンベールチーズもんじゃはやっぱり、はい、美味しいですね、うん、もんじゃ焼きって、はい、日本に来るまで食べたことありました？ないんですね。あ、やっぱないですか、はい。ないんじゃないですか？あ、まあ確かに。そうですね。お好み焼きとか、はい、それ言ったら海外の人は通じるんですけど、はい、もんじゃ焼きはやっぱり知ってる人少ないんですよ。あ、やっぱ少ないんだ、はい、そうなんだ、へえ。ちょっと説明しないと、はいはい、分かってくれないような感じなんで。逆に、はい、なんか日本の人におすすめの、はい、台湾の食べ物とかってあります？へえ、そう、はい、はい、初回の方には有名なものがやっぱ小籠包とか、あ、小籠包、ルーローハンとか、ルーローハン、あ、美味しいやつですね。タピオカ、あ、タピオカも台湾か、はい、でももうちょっと台湾に詳しいっていう方には、はい、牛肉麺とか、おーおーおー、あと何ですかね、はい、鶏肉飯っていうルーローハンの上に豚肉じゃなくて、はい、鶏肉、あ、そうなんですね、はい、乗せるやつとか全部美味しそうあと何ですかね、あ、それこそタロイモのスイーツが多いんで、はい、最近この3年5年ぐらいの流行りなんですけど、はい、あ、そうなんですね、タロイモのチーズケーキとか、おタロイモのパイとか、はい、へー、そういうのはちょっと、はい、うんうん、おすすめ、個人的におすすめです。あー、ありがとうございます浅草だと、はい、台湾ジーパイがありますよね。そうですね、はい、うん、ジーパイももちろんおすすめです。美味しいですね、あれね。美味しいですね、うん、台湾の人はよく一番好きな洋食のセットは、はい、ジーパイ、サージーパイとタピオカのセットが、はい、マックスなんですけど最高ですね、でも、はい、幸福感、幸福度もマックスっていう、あ、はい、結構はい、台湾の方って、はい、結構もう朝から甘いものを飲むみたいな聞いたことあるんですけど、常にタピオカ手に持ってるんですね。そうなんですね、はい、タピオカ、ショッピングモールとか、はいはい、買い物するときに、はい、そういう人混みの街行くと、はい、本当に5割から8割ぐらいみんな手にタピオカ持ってるんです、はい、あ、タピオカジュースですよね、はい、あ、そうなんだ、安いし、みんな、はい、なんだろう、飲むのが習慣ですね。あ、そうなんですね、はい、で
も日本の方にはやっぱりそういうなんかお腹のいっぱいになっちゃうって言われるんで、あれほぼ一食みたいな、よく聞くんですけど、はい、台湾人はあれほぼおやつみたいなもん。あ、そうなんすね。みたいですね。台湾も、はい、あの日本で飲むような、はい、ああいう、なんだろう、なんだっけ、紅茶に ありますね、あ、紅茶、なんかタピオカミルクティーみたいな感じなんですかね。台湾ですか、はい、あ、台湾のタピオカ、そうですね、はい、そんな感じなんですけど、ミルクティーに入ってるような感じですか。あ、そうです、そうです、それが台湾から、台湾発祥です、はい、あ、そうですか、はい、そうなんだ、はい、そうです。飲んでみたいですね、台湾のやつ。ぜひぜひ、安いんで。安いですか、はい、日本結構いい値段しますよね。そうですよね、はい、台湾は今最近値上がりしたんですけど、はい、それでも日本円200円ぐらいですかね。安いですね、はい、そうですね。そもそも台湾と日本って物価は違うんですか。はい、違います。あ、そうなんですね、はい、台湾の方が全然安いです。あ、そうですか、はい、その分給料も安いんですけど。あ、そうなんですね、はい、台湾はおにぎり1個いくらぐらいですか。おにぎり1個は75円とか70、80円とか。日本の半分ぐらいかな。そうですね。あ、最近ちょっとあのやっぱり物価がすごい上がってるんで、はい、あ、そうですか、はい、なんとも言えないんですけど、そうですね、はい、まだまだ安い方です。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。貴重な時間、はい、ありがとうございました。ゆっくりお待たせしますね。はい、ありがとうございます。すごい面白い話いっぱい聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ではこちらから失礼いたします、はいはい、こちらも失礼します、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。なーちゃんでーす。なーちゃんでーす。なーちゃんです。あ、行きましょう。はい、じゃあここで一回締めようと思いますので、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、またお願いします。はい、またお願いします。じゃあ失礼します。失礼します、はい、失礼します。